一番綺麗なやつは、俺こう俺に決めた。まあ、一番奥の一番綺麗じゃん。見ろこれ、銃座に人ついてるよ。これは貴重だわ。貴重だわ。なんか爆発しそうなドラム缶怖いんだけど。危ね。こういうマリオカートみたいのいらないから。なんでそうフラグを秒で回収するかな。いや今絶対何もなかったっ。こっちだこっち、行く行くぞ。ああもう下るぞ。いやちょっと危ねえ、危ねえだろ、爆発するぞ。ああすんごい。おっとっとっと、なんか爆発したけど。あ待って、もうタイヤ浮いちゃったよもう。まだまだ。ああああ、待って、この足腰弱いおじさんは健在なのね。重罪乗っていいよ特別に。ちょっと滑る滑る、違う、銃座、このさ、銃座の当たり判定すんごい動くねよ。いや、乗りにくいのかなって思って。いや、よし。動いてなくね？ん？動いてるよ。今、止まってたの。てかね、銃座の感度がありえんぐらい低くてやばい。まあ、低い方が狙いやすいんじゃない？まあまあね、動いてるとすごい揺れるから、それの補正が。あーっと到着、なんかここ前に来た記憶あるな。なんか既視感があるんだけど、うん、なんかあのなんだっけ、裏切りってやつじゃね。いやそれは合うわけないじゃん。てか会ったら殺すよ。消耗とコールを用意した。行くぞ。すごいな。カール、あんたの助けが必要だ。皆が待ってる。ああ、分かったよ。移動手段を用意しておく。みんなを連れてくるから外で会おう。それと、頼んだぞ。はい。あ、そうそう、シェルター開けてみんな解放せんといかんのだ。なんか落ちてる。X ボタン。OK。人が調べたら俺も。いらんね。それは。今のミッションだけだったのかもね、目的地がはっきりと表示されないのは。はあ、もうね、がっつり目的地書いてあるわ。いや、まだ分からんけど。さあ、行きますか。なんで、あえて古い方に乗ろうとしてるのかな。これいけんじゃね、まあ、俺的にこの方が狙いやすいからこれで動いたら嬉しいんだけど。あダメだ、ね、それはダメだ。はいはい、まあその機銃を使う機会はないから、ちゃんとバレないないから。ないから。待ってよ、あの目的地は、あ、川に面しているわけではないんだ。はあ、明るいからバレやすいぞ。おっと、もういるわ。明るさは関係あるのか、本当に。あるだろう、多分。多分。さあ、インフォメーショングレネードをポイするだけだ。インフォメーション。やっちゃう、これじゃない。X ボタンでと。待て、グレネード投げるなよ、絶対。間違っても投げるなよ。はい、なんか随分手前は、まあ、手前は人力でやれとね。なんか邪魔はない、これなんかキリキリするんだけど。いやこれはね、粉雪かと、ただのドローンに雪はちょっとまずかった。多いな、これバレないように入りたいね。
いつも言ってる。うん。当たり前だろ。こっちの方行きたいね。こっち。どっち？今ピン刺した場所らへん。ああ。この辺の。きついな。行くわ。山登りする？一回。こっちの方。うん。壁越しにいるやん。あの敷地から出た方がいいと思うよ、そこ。こっから行けん？そうやってね、横着したらまた見て。ビグボイさん、ゼウスさん、こんばんはです。お久しぶりです。名前を変えましたヨシです。繰り返し、頑張ってくださいです。懐かしい。頑張ります。あれ、誰か見つかったのかな？わからない。何ですか？何でしょう？ん？僕、一流ゴースト部って。何でしょうじゃねえよ。俺は言ったっていつも通りだから何も問題はない。いや、敵の増援が接近中って出てるんだよな。俺まで巻き添えをくらいか。おー、何こいつ、お前かい。え、俺はやっぱ山登り絶対違う。おー、ちょっと敵同じ格好なんだ。ヘリまで飛び始めたぞ。ちょ落とした。もう援護してやるか、ここからできるだけ。はい、ありがとう。もう外まで追いやられてんじゃん。だってし、ダメじゃん。死んじゃう。乗り物動き始めた。任せとけ。任せとけ。あ、一人行ってる。はい。もうだいぶ敵は離れてるな。よし。よしじゃねえ。どこがよしだ。あ、ダメだ。痛い。おお。あべ、俺はまだバレちゃいないんだよ。こっちに来たらバレるだろ、俺まで。もう見つめにしてるもん。やめろ。相手のスナイパー俺よりうまい。あれ、どうしたのかな。ちょっとね、そこはね、ドームシールド貼れないから助けれないな。バレたらどうするんだよ。場所によって貼れないドームシールドってなんでよ、お前。あ、起こせる。あ、待って、一度担いで移動するか。担げんの？あ、やべ、バレる。うお前、早く乗れや。よし、固まった。段差登れないし、段差動けない。バイバイ。ちょっと死んじゃう。あ、痛い。死んじゃうって。どうしてくれんだん。いや、大変申し訳ないけど。いつも足を引っ張ってくれちゃうな。あなたをね、起こそうとしてあげたら俺までバレる始末だよ。おかげで俺は今黄色で始まったよ。おかしくね、それは。しかも超なんかいい感じの場所から。もう山の上に逃げる俺は、このまま。いいって。どれ、あれ、あ、通信兵いるやん。あいつやらんとな。あいつ壁に隠れてるよ。なんとかしてくれ。なんとかしてくれ。俺の車線じゃ。あ、俺の車線通るな。無理だ。うっ、よし。おう、隠れてるやつしかいないんだけど。よし、俺も警戒状態に戻った。誰のせいだろうな、発見状態になったのは。ん？いや、俺いつも通りだから大丈夫。いつも通りがね、失敗してるということに気づいた方がいいな。ここ滑るな、もうちょっと上に行きたい。
私が立てたプランでは最初からバレずにここをね取って建物に近づくつもりだった。危ね、近づいた後バレるかもしれないと。ね、それは何最初にバレても後からバレ、おいおいタレットじゃね、タレットだ、タレットの視野広すぎ。それあれ人間より強いからな、あれマジで強いんだ。スコープたまにバグる。もっと高倍率なスコープが欲しくなってきた。わかる。うん、何に撃たれてんの。うわ見えない。マジで見えない。オッケーオッケーオッケー、はい、もうさ外で騒ぎすぎたせいでさ敵兵士がほとんど外に出てきてない。いいや、もう中に入っていろいろ気にする必要ない。ああなるほどね、そこまで考えてやったと。IQ200 だわ。何言ってんだ。よーし。いやーちょっと IQ20 以上離れてたら話。何してんの。ここにいた。いたの。いた。降りたところにいた。びっくりだよ。またタレットあった？あるね。なんだ？あ、ちょ、これは関係ない。俺も建物入るぜ。あ、え、入れない。え、何これ？ガラス？え？あ、いけ。あ、入れた。見えない壁があったんだけど。なんじゃそれ。建物屋上にもいるっぽいな。ねえ、まあでもシェルター開けて科学者を助ける時点でどの道的にはバレたかと。あ、いてて、でも結果変わらない。工程も大事じゃん。工程も大事。武器落ちてるよ。武器。こっちこっち。あ、開いてないんかこれ。だってこっちにもなんかあった。あ、ここ。これなんだ。ああ、AK74 設計図。今使ってる AK で別に十分なんだよな。大容量マガジンで50発も入るし。いっぱい入る。これどっから屋上に。あ、違う。わかんねえ。あ、情報的な何かがある。これ回収アイテム全部集めるとかちょっと頭狂いそうだ。あ、地下入れない。これがシェルターになってるんだ。もう片方の建物に行かないと。これはんはん、出口どこ。わからない。こういうところね、入り口出口がさっぱりになるんだ。あれ、こっち出口だと思ってたんだけどな。あれ、おかしいな。あ、これ一応ここが地下1階なのかな。地下1階っぽいね。ああ、1個上がれ。ああ。よし。ドローンか。あ、ドローン。ドローンではないのかあれ。よくわかんねえ。よくわかんねえ。大脱走。なになに。おお、だ。あ、これでシェルターを。大脱走。何が出てくるのかな。仲間じゃないですか。敵も脱走してくれると思うけど。
敵をやっちまえ。た、後ろから撃たれたんだけど。ん？後ろいない？いない。変な車線通って上から撃たれたんじゃない？マジかよ。みんな安心しろ。このシェルターだから下だよね、多分。ただ敵は敵は何人か上の方にいるけど、ほっとこ。上階の管理エリアだ。官房の解除できるのは。声はすごい近いんだよな。あ、いて。負傷した。包帯巻き巻き。あれ死んでなくない？そいつさ、あ、なんだこれ、スケールクレジットか。ああ。でこれでカチャカチャターンとな。大脱走って聞いたらね。大脱出っていう映画を思い出すわ。そんな映画ある。そんな映画があるの。ほう。これで、ああ、そっか、地下に行きゃいいのか。ん？下緑だな。あれ味方か？味方だ。ああ、開かないやん。開かないね。地下の官房に行って、ああ、いたいた。武装してるけど、武装してるけど、なんで。俺はノマド、救出に来た。脱獄するの？ああ、カール・チザムが外で待っている。安全な場所へ逃げよう。カール？カールがいるの？ああ、さあ急げ。大阪にとりあえず誘導してやればいい。お？何？どうしたどうしたどうした？あ、スナイパー。あー、弾道が。スナイパーがいるの？いる。あれね。え？わかんないから出てみよう。え？え、撃たれないけど。なんか隠れてる。いや、ヘリが一機残ってるからあれで逃げよう。って思ったけど、3人か乗れるか、みんな乗れんじゃん。まあ、あなたが乗らなければいけるか。ちょっと余計な一人いるから。いや、誰のこと誰のこと言ってんのかね、それは。おお。これはバレないように頑張っていたのに、なんという。これどうやってそっちに行くんだ、これ。ようわからん。 あ、ここまっすぐ通ればいいか。え、皆さんこっちですよ。ヘリコプターに収容する。いや、これ奥の敵がもっと手前に集まってきてたら危うく。あれ？あれ？あ、動くわ。敵が限界まで手前の方に近づいてきてたらさ、敵も車両とかヘリに乗り始めたからさ、ヘリお釈迦になるとこだった全部。なるほど。これみんな乗れる？よし、乗った。変な、こういう人たちのヘリを初めて見るかのような反応を見せるんだよな。あー、よしよし。敵おるけど遠くだよ。大丈夫か。プログラマーだ。急げ、行くぞ。カール、本当にお前か？ああ、ほら早く。あ、
あなたの顔を見るのがこんなに嬉しいなんてね。来い、さっさと行くぞ。ほんで護衛だ、基準につけ。あれ、俺はどれに乗れば。え、乗れないの。あれ、ちょっとちょっと、お前が責任から。ちょっと待って。で、車乗る。あ、乗った。ちょっと。置いていくな。あ、待てよ。なら。あって、これ、ちょっと。安全運転すぎる。覚えてろよ。ほら、敵が迫ってるぞ。ヘリが、手が迫ってる。このヘリ何も装備ないんだ、武装だから。頑張って。感情的にかなり武装直してる。え、ごめん、俺中継しかできないの。中継しかできない。頑張れ。当たんね、当たんね。え、いいぞいいぞ、頑張れ、いいぞ。頑張れ。頑張れ。中継ニュース地点だと思って。プログラマーを守っているね、特殊部隊をね、中継で流している。あ、ヘリ来てるぞ、ヘリ。前から撃たれてる。ちょっと感度が厳しい。頑張れ。ちょっと、なんかこう、なんだこれ、バイオハザード5でこんなシーンあった気がするんだよね。俺バイオ一作もやってねえからわかんねえ。やれや。俺バレるやん。バレたら落とされる。まあ、ピンチになったらね、ボディアタックでもするからね。まだヘリ飛んでるよ。いや、まだ飛んでる。どこにいる？いる？あ、いた。いる。あれ、なんか様子伺ってるだけ。あ、あれ。の、一撃きつい。もう一撃。はい、いいぞ。はいはいはい。ちょっと、俺が当選棒してやろうか。当選棒してやろうか。攻撃上がって。壊すぞ。どうしてくれ。また出てきた。ちょっと当たんない。狙うのむずくないか、それ。むずい。あとなんかレティクル真ん中に捉えてもなかなか当たんないんだよね。当たった。獣だ、獣。ほらほらほら、あ、思ったより当たんなかった。今普通に考えて、なんでプログラマーが運転するんだよ。俺に運転させてろ。護衛する側だぞ、こっちは。やべ、後ろから下両来てるね。来てるけど、どうやって来るんだ。あれめちゃくちゃ遅いよ。待って、どっから。あ、そっからか。上から見たらよくわかるわ、敵の位置が。ちょっとね、よくわかんないけど。あ、1台後ろから割と速いスピードで迫ってる。はい。え、トンネル入るの？俺どうしたらいいの？ちょっと。俺中の様子わかんない。ヘリで入る？これ。いけなくない？これ。トンネルの出口で待ってればいいんじゃん。お、ちょっと、これは無理だ。これは無理だ。はい。まだ来てるよ。まだいる。どの方向だこれは。まだ山の反対側かな。ああ、勝ち合うわ、正面。撃てー。あ、え、待って、プログラマーお前。あ、こっち道か。
待って、めっちゃめっちゃ剣も、めっちゃ剣も、もうすごい、めっちゃ剣も、あ、プログラム降りてったけど、そう、そう、じゃあ、じゃあ俺も降りる。撃ち落とせるもんは撃ち落とせ。はい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 、もう、もう降りてこい、それ、ね、降り、降りてこい。お、これ、面白いくらい当たらん。面白いくらい。重装備、重装備、あ、痛い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 。よし、わ、ヘリ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 、後ろ、でかいヘリ。なんで、あ、ほんとだ、これでもくらい。おー、ナイス。この、このプログラマ全員過激すぎだろ。こんなとこに隠れてたのも意味ないでしょ。なんで降りたんだよ。あれ、なんかインフォメーションマークあるん、はあ、あ、そういうことだよね。ハー族は死んだのか。悲しいとでも言うのか。いや、言うわけないよ。ジェイスに伝えてくれ。プログラムのバックドアは開けたままにしておくって。大丈夫なのか。だといいんだけど。ホエラーズベイの研究開発センターと連絡を取ったんだ。とりあえず助けてはくれるみたいだ。だからそこに向かうよ。でもローズバットって名前の兵士がいて。そいつなら知ってる。ハー族がローズバットに脱走者を追わせているって噂があった。真偽は不明だがありえなくはない。奴には私たちを追う理由がある。ローズバットのことは俺も探っておく。そっちは今やれることをやってくれ。無事でな。なあ、全員揃ってるって分かったらすぐに向かうよ。あんたも気をつけて。あ、ちょっとそれは罠じゃないですかね。感度高っか。ちょ、待ってころ。お前なーにしてんだこんなところで。よいしょ。なんでここにいるんだよ。ああ。ってこのストーリー見終わった瞬間感度超高くなる現象まだあるね。ある。で、あのインタラクトが終わった瞬間なぜか敵が目の前に現れたりするのも未だにある。全く全く、じゃあそんなのじゃない、これ。じゃあエレホン行きますか。エレホンの場所わかんないです。ちょっと待って、これでミッションはどうなったんだ。カール、うん、プログラマーも救出できたし、これでスケルの部下ミッション終わりじゃないか。うん、じゃあエレホン、エレホン、エレホン、あった、来たか。来ました。じゃあジェイスと話すよ。はい、はい、はい。ジェイス、もうバックドアが閉まることはない。プログラマーは無事に逃げ出すことができた。大半はな。大半？他は？はあ、もう犠牲は出さない。すべて揃った。なんかいろいろめちゃくちゃ進んだ。うん。で、部下を全員助けたことにより、ああ、ウォーカーのミッションだ。冷酷なスナイパーローズバットの悪事を止めて肩をつける彼女、彼女、女か。ほん、あの前にさ、前に倒したのはシルバーバックだ。あの、いつの間にか殺していた、殺したことに気づかなかったショットガン使いか何か。ほう。で、フライキャッチャーも倒してるから、まあ、あと、まだなんかいるんだろうけど。
じゃあもうこの短時間であらゆるハプニングを起こしてやったから今日は終わりますか。あらゆるハプニングに。いやでも初っ端所長が話進めないのハプニングだよまず。で一回殺してリセット。所長を殺してリセットでもパワーワードすぎるんだよな。